ブライスキャニオン国立公園ブライスキャニオン国立公園ブライスキャニオンナショナルパークは米国ユタ州南西部に位置する国立公園である公園内にはブライスキャニオンがあるその名とは異なり実は峡谷というよりむしろポンソーガント高原の東側沿いの侵食によってできた巨大な自然の円形劇場アンフィタートルムであるブライスキャニオンは 土中と呼ばれる独特の地質構造を有する。土中は、風、水、氷による川床と故障の堆積岩の侵食により形成されたものである。赤、大白の岩の色が公園を訪れる人々に見事な風景を見せてくれる。ブライスキャニオン国立公園は近くのザイオン国立公園やグランドキャニオン国立公園よりはるかに標高が高い。 グライスキャニオンの縁は、海抜に400メートルから2、700メートル、8000から9、000フィートであるが、グランドキャニオンのサウスリムは2、100メートル、7000フィートである。したがって、この地域の生態と気候は全く異なり、それゆえこの地方を訪れる観光客、1回の休暇で3つの公園すべてを訪れることが大いに彩りを提供する。 ブライスキャニオンには1850年代にモルモン開拓者が住み着いた。その名は1875年にこの地に入植したエベニーザー・ブライス、エベニーザー・ブライスにちなんだものである。ブライスキャニオン地域は1924年に国定公園となり、1928年に国立公園に指定された。公園の面積は平方メートル、56? 平方マイルである。離れた場所にあることが主な原因で、ザイオン国立公園やグランドキャニオン国立公園と比べて訪問者が少ない。最近の年間訪問者数は140万人である。これら3つの公園の中間にカナブ、コナブの町がある。ブライスキャニオン国立公園は、ユタ州南部、ザイオン国立公園から北東へおよそ80キロメートル50マイル離れた。 300メートル、1000フィート高い場所にある。したがって、ブライスキャニオンの天候は、ザイオンより涼しく、降水量も多い。近隣の例は、ブライスキャニオンにとても似ているが、より標高が高いシーダーブレイクス国定公園、セダーブレイクスナショナルモニュメントにある。国立公園は、北米のコロラド高原地陸分の中にあり、ポンソーガント断層。 ポーンソーガントホルトの西のポンソーガント高原の南東端をまたぐ、ポンソーガントはパイユート語でビーバーの家を意味する。公園の訪問者は、公園の高原側から到着し、断層とそれを越えて流れるパリア側のある谷の方向へ、高原の橋を見渡す。パリアはパイユート語で、泥水あるいは鹿の水。カイパロイッツ、高原、カイパロッツプラトの橋が、 谷の反対側の境界となっている。ブライスキャニオンは中央を流れる川による浸食で形成されたものではない。つまり厳密に言えば峡谷ではない。その代わり、東部侵食は新生代のポンソーガント高原の岩に巨大なアンイテアトルムの形をした地物を掘り出した。この侵食は60メートル200フィートにも達する途中と呼ばれる壊れやすい。 色鮮やかな小銭湯を炉にした。アンフィテアトルムは公園の中で3 0トル20マイル以上に渡って連続して伸びている。最大のものはブライスアンフィテアトルム、ブライスアンフィシアターで長さ1 9トル12マイル、幅5キロメートル3マイル深さ2 4 0ル800フィートである。公園の最高地点は2 7 7 5ル 9105フィートのレインボーポイント、レインボーポイントで、この景色の良い道路の終点にある。そこから、アクエリアス高原、ブライスアンフィテアトルム、ヘンリーサンム役、ヘンリーマウンテンズ、バーミリオンクリフ、バーミリオンクリフス、ホワイトクリフ、ホワイトクリフスが見える。公園の北東地区の出口のコープキャニオン、コープキャニオンは、標高2011メートル、600フィートの、 公園の最低地点である。ブライスキャニオン地域における昔の人類の暮らしについてはほとんど知られていない。ブライスキャニオン国立公園とポンソーガント公園に関する考古学調査によれば少なくとも1万年間人類はここに住んでいた。数千年前のバスケットメーカー機のアナサジ族の遺物が公園の南で見つかっている。 プエブロキのアナサジ文化とフレモント文化のその他の異物、12世紀、半ばまで遡るも見つかっている。パイユートインディアンがこの地の周辺の谷や高原に移り住んできたのは他の文化が滅びるのとほぼ同時期であった。これらのインディアンは食料の大半を狩猟採集していたが一部を農産物で補っていた。この地のパイユート族は ブライスキャニオンの土中に関する神話を生み出した。彼らは土中をペテンシコイオーテによって石に変えられた伝説の人々であると信じていた。少なくとも年老いたパイユート族の一人は彼らの文化が土中をアンカクはスアウィッツ、アケイ経由はスエウィッツと呼んだと述べた。それはパイユート語で赤く描かれた顔を意味する。最初の白人が人と離れた生きにくい場所を 探検したのは、18世紀後半から19世紀前半にかけてのことだった。モルモン開拓者が、1850年代に農業開発、放牧地としての利用、定住の可能性を評価するため、この地を訪れた。この地への最初の大規模な科学探検は、1872年にアメリカ陸軍少佐ジョン・ウェズリー・パウエル、ジョン・ウェズリー・パウエルに引きられて行われた。 パウエルと地図制作者、地質学者のチームは、コロラド高原の広範な調査の一部として、スビア川、セベアーリバーとバージン川、バジンリバー地域を調査した。地図制作者たちは、パイユート族の地名の多くを記録した。モルモン開拓者の小集団がこれに続き、パリア川沿いのブライスキャニオンの東に定住しようと、した。1873年、カナラキャトルカンパニー。 コナラ・キャートル・カンパニーは、家畜の放牧の他の利用を始めた。末日聖徒イエス・キリスト教会は、スコットランド系の移民エベニーザー・ブライスと、その妻メアリーを、彼の大工としての技能がその地で役立つと考え、パディアダニに定住させようと送り込んだ。ブライスの家族は、ブライス・キャニオン・アンフィタートルムのすぐ下に住むことを選んだ。ブライスは、家畜を、 現在の公園の境界の内側に放牧し、通説ではアンフィテアトルムを、目牛を失うひどい場所、ヘレバプレイスツールーズ、エーカウと考えた。彼はまた焚き木と木材を集めるため高原までの道を作り、作物に水を、薪家畜に水をやるために用水路を引いた。他の開拓者たちは、間もなくその変わった場所を、ブライスの谷、ブライス、 エスキャニオンと呼び始め、後に正式にブライスキャニオンと呼称された。干ばつ、下放木、洪水が重なり、結局残っていたパイユート族はこの地を去り、開拓者はスビア側からの用水路を建設しようという試みに借り立てられた。その努力が失敗した時、ブライスの家族を含め開拓者のほとんどがこの地を去った。ブライスは家族と共に1880年、 アリゾナ州に引っ越した。残った開拓者たちは、スビア川の東支流から、トロピックバレー、トロピックバレーへ、長さ1 6トル10マイルの水路を何とか掘り抜いた。森林監督官 JW ハンフリー、JW ハンフリーのような人々は、ブライスキャニオンのアンフィテアトルムの息を飲むような眺めを、検伝し、1918年までに全国に配布された記事も、 興味を引き立てるのに一役買った。しかし、偏僻な場所で、交通の便が悪く、宿泊施設がないため、訪問者数は最小限に止まった。あとに、ルビーシレット、ルビーシレット、ハロルド・ボウマン、ハロルド・ボウマン、ペリー兄弟、ペルリ・ブラザーズは、この地に、控えめな宿泊施設を建て、旅行サービスを開業した。シレットは後に、ブライス・キャニオンの最初の郵便局長を、 勤めた。訪問者数は着実に増加し、1920年代前半までに、ユニオンパシフィック鉄道は、より多くの観光客が宿泊できるようにするため、鉄道輸送をユタ州南西部に拡大することに興味を持つようになった。1929年の訪問者数は2万2千人だった。同じ時期に、自然保護論者は、コロラド高原への旅ののし状態に加え、 火放牧と伐採により、グライスキャニオンの脆弱な地物に加えられた損害に警戒感を強めた。間もなくこの地を保護しようという運動が始まり、国立公園局長、スティーブン・マーザー、スティーブン・メーザーは、グライスキャニオンを州立公園にしようという提案で答えた。しかしながら、ユタ州政府とユタ州議会は、地域を国家の保護下に置こうと働きかけた。マーザーは俺、 ウォレン・ハーディング大統領に推薦状を送った。大統領は、1923年6月8日、ブライス・キャニオンを国定公園に指定した。同じ年にアンフィテアトルムの見晴らしの良い場所へ、行きやすくするため、高原に道路が建設された。1924年から1925年にかけて、ブライス・キャニオンロッジが建てられた。1924年、米国議会議員は、 ブライスキャニオンの保護レベルを国定公園から国立公園へ引き上げ、ユタ国立公園を設立するために活動を開始することを決定した。国定公園内の私有地、州、アリッの所有権の連邦政府への譲渡手続きが始まった。ユタパークスカンパニー、ユタパークスカンパニーが譲渡の大半の交渉を行った。4年後、 提案された公園の境界線内の最後の土地が連邦政府に売却された。そして1928年2月25日、新たにブライスキャニオン国立公園という名前で設立された。1931年、ハーバート・フーバー大統領は公園の南に隣接する地域を併合し、1942年にはさらに2.57平方メートル635 エーカーが加えられた。これにより、公園の総面積は、現在の145.02キロ平方メートル、35,835 35エーカーとなった。リムロードは、今日でも利用されている景色の良い道路であるが、1934年、民間資源局、シュビリアン・コンサーベーション校によって建設された。ブライス・キャニオンの最初の責任者が管理を始める1956年まで、 公園の管理は、隣のザイオンキャニオン国立公園から行われた。駆逐艦母艦のブライスキャニオンはこの公園にちなんで名付けられ、1950年9月15日から1981年6月30日にかけて太平洋艦隊で補給工作船として任務を果たした。ブライスキャニオン自然史協会、ブライスキャニオン、ナチュラルヒストリーアソシエーション、ブクナは、 1961年に設立された。同協会はビジターセンター内で書店を経営し、ブライスキャニオン国立公園での国立公園局の利用案内、教育、科学活動を支援するために設立された非営利法人である。すべての書店の売上から生じる利益の一部は公園等に寄付されている。1961年のブクナの設立当初からの寄付は 3.500万ドルを超える。観光客の増加と交通渋滞に応じ、国立公園局は2000年6月、無償の夏季限定の園内シャトルを導入した。2004年、老朽化し、不十分な園内の道路網の再建が始まった。ブライスキャニオン地域は、白秋の最後から新生代前半にわたる堆積の記録を示す。 現在公園となっている場所の周辺地域の古代の堆積環境は様々である。すなわち、その退屈下の地層も形成されたが、ほとんどはそれに続く二つの大きな流気機に侵食されてなくなった。すなわち、縦方向の摂理がこの流気により生じ、結局優先的に侵食され、そしてまだ優先的に侵食を受けている。侵食を受けやすい。 クラロン層のピンククリフは、途中と呼ばれる、悪地に支柱なしで立っている戦闘を形成し、一方より、侵食抵抗性を持つホワイトクリフは、一枚岩を形成している。そのピンク色は、酸化鉄と漫画によるものである。また、アーチ、自然鏡、壁、窓も生み出された。途中は、柔らかい堆積岩で構成され、風雨から途中を守っているより固く簡単に、 侵食されいい、石片を被っている。ブライスキャニオンは、地球上で、最も土中が集中している場所の一つである。公園内で露出している地層は、グランドステアケースの一部である。この長長期間に及ぶ地層の中で最も古いものは、グランドキャニオンで、中間のものが、ザイオン国立公園で露出し、最も新しいものが、ブライスキャニオン地域でむき出しになっている。少量の重なりは、 各公園の内部及び周辺で起きている。ブライスキャニオンの森林と草地は、鳥類や小型の哺乳類からキツネ、時にはボブキャット、ピューマ、アメリカグマまで様々な動物の生命を育む生息地となっている。ミュールジカは公園内で最もよく見られる大型哺乳類である。アメリカアカシカ、プロングホー,オーンは近隣に再導入されたのだが、時々公園に足を踏み入れる。 アマツバメ、ツバメを含む160種を超える鳥類が毎年公園を訪れる。ほとんどの鳥は冬には暖かい地域に移動するが、カケス、カラス、五十から、ワシ、フクロウはここに泊まる。冬には、ミュールジカ、ピューマ、コヨーテは低い場所に移動する。ジリストマーモットは冬眠して冬を過ごす。公園には標高に基づく3つの生物分布体がある。 また、公園には黒く凸凹した非常にゆっくりと成長する土壌微生物のコロニーがあり、それは地衣類、ソウ類、菌類、卵巣で構成されている。これらの生物は一緒になって侵食を抑制し、窒素を土壌に加え土壌が水分を保持するのに役に立っている。人間は米国のほとんどの場所で野生生物の生息地を大幅に減らしたが、 ユタ州南部では、水が相対的に希少であったため、人間による開拓は制約を受け、地域の野生生物の素晴らしい多様性は守られた。公園を訪れるほとんどの人は、アンフィテアトルムを見渡せる13の展望台に通じる 29km、18マイルの眺めの良い道路を使って観光する。ブライスキャニオンには、1日、歩道の起点。 終点間の往復時間で歩いて回れる、次の八つの道標のある、維持管理されたハイキング用の歩道がある。これらの歩道のいくつかは交差しており、ハイキングをする人はより難度の高いハイキングをするため、ルートを組み合わせることができる。公園にはまた2本の泊まりがけのハイキング用の歩道がある。すなわち、長さ1 4トル9マイルのリグスループ歩道、リグスループトレールと、 長さ3 7ル、二2 3マイルのアンダーアッツァリムトイル、アンダーアッツァリムトレールである。いずれも奥地でのキャンプ許可が必要である。公園には全部で8 0トル、5 0マイルの道がある。長さ1 6ート1 0マイル超の道標はあるが、整備されていないスキー用の道が公園内のフェアリーランド、パリア、リムの各歩道から伸びている。 長さ3 2トル、20マイルの整備されたスキー用の連絡道が、近くのディクシー国有人、デクシーナショナル、フォレストと、ルビーイズイン、ルビ、エスインにある。空気が非常に澄んでいるため、大抵、予備ンパポイント、予備ンピポイントと、レインボーポイントから、1 4 0トル、90マイル離れたアリゾナ州のナバホ山と海和部、高原、ケイバブプラトが見える。 非常によく、晴れた日には、およそ3 2 0トル、200マイル離れた、アリゾナ州東部とニューメキシコ州西部のブラックメサ、ブラックメイセスが見える。公園は、また7.3等級の夜空を持ち、北米で最も暗い地域の一つとなっている。したがって、ここでは、天文愛好家は、ラガンで7500の星々を見ることができる。ここ以外のほとんどの場所では、 公害のため見える星は2000に満たない、多くの大都市ではわずかに数十しか見えない。公園管理官は、いくつかの公的な天体観測行事、天文学、夜行性動物、夜空の保護に関する夜の催しを主催している。ブライスキャニオン天文フェスティバルが、通常は6月に開催され、多くの観光客を引き寄せる。この天文フェスティバルに敬意を表し、 小惑星4 9 2 7にはこの国立公園にちなんで名付けられた。公園には2つのキャンプ場、北キャンプ場、ノースキャンプグラウンドとサンセットキャンプ場、サンセットキャンプグラウンドがある。北キャンプ場にあるループ A は1年を通して開いている。さらにいくつかの歩道とサンセットキャンプ場は晩春から早秋まで開いている。キャンプ場以外に公園内には ブライスキャニオンロッジがある。ほとんどの観光客は風景写真を好んで撮影する。ブライスキャニオンの高度と澄んだ空気のため日の出と日没の写真は見応えがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。